ジョージ・ルウェリン・デイビスは、アーサール・ウェリン・デイビスとシルビア・ルウェリン・デイビス夫妻の5人息子の長男。4人の弟たちと共に、ジョージは、脚本家、ジェームス・マッシュー・バリーのキャラクターである、ピーター・パンや、ロスト・ボーイズに着想を与えた。彼の名は、ピーター・パンの登場人物であるジョージ・ダーリングの名に、使用された。1915年、第一次世界大戦で亡くなった。 イギリスの作家ダフニル・モーリエのいとこである。デイビスと弟のジャックは、ナニーのメアリー・ホグソンと共に、いつも道ケ県ジントン・ガーデンズに出かけた際、バリーと出会った。当時4歳であったデイビスは、バリーの初期の冒険作品に登場する少年の描写に影響を与えた。1901年、バリーの別荘である、ブラックレイクコテージでホリデーを過ごした際、バリー撮影による弟、 ピーターを中心とした写真絵本ザ・ボーイ・キャスタウェイズに弟ジャックと共に参加した。1904年に初演されたバリーの戯曲ピーター・パンあるいは大人になりたがらない少年において1903年の執筆開始時デイビスは10歳でピーター・パンと大体同い年であった。バリーはピーター・パンやロスト・ボーイズの描写はデイビス兄弟の言動を しばしば参考にしていたと語った。例えばバリーが亡くなった赤ん坊はネバーランドで生きると語ったところ、ジョージが死ぬことはとても大きな冒険だねと語ったことが、ピーター・パンの最も有名なセリフの一つとなったとされる。1907年にデイビスの父アーサーが亡くなると、バリーはデイビス兄弟に経済的支援をしており、 1910年にデイビスの母シルビアが亡くなると後見人となった。デイビスはバリーをジムおじさんと呼び、成長しても親しく、進学で離れても定期的に手紙を交換していた。後に末の弟ニコは、デイビスとマイケルはバリーと一心同体であったと語った。ベルギーにあるデイビスの母標デイビスはイートンカレッジに進学し、 スポーツ特にクリケットの才能を発揮し、下級生のうちにエリート社交クラブ、ポップに選出された。その後、トリニティカレッジに進学し、おじで俳優のジェラルド・デュ・モーリエ及び脚本家のバリーの経歴を踏襲し演劇部に所属した。イギリスが第一次世界大戦に参戦し、デイビスと弟ピーターは志願兵となった。王立ライフル大将位に任命され、 フランドルの残豪に着任し、銃撃を受け頭部を負傷して21歳で亡くなった。イーペル近くのボーア・マゼルに埋葬された。1978年、BBC はミニシリーズザ・ロスト・ボーイズを制作した。年齢に応じて、バリー役を演じたヤン・ホルムの息子、バーナビー・ホルム、ポール・ホームズ、フィリップ・キャスラー、マーク・ベンソン、 クリストファー・ブレイクの複数の俳優がデイビス役を演じた。2004年の映画ネバーランドでは子役のニック・ラウドが演じた。ミュージカルファインディング・ネバーランドにおいて2014年のケンブリッジ公演、2015年のブロードウェイ公演ではソイヤー・ヌンズが演じた。ありがとうございます。